男ィーノは DDT プロレスリング所属のプロレスラー。俳優、ライター、セミナー講師。広島県豊田郡瀬戸田町育地島出身。血液型 B 型。だ。リングネームは漫画、先駆け。お、芸能活動においては、オスカープロモーションとタレントマネジメント契約を結んでいる。また本人曰く、ゲームと声のお仕事は4ゲーマーを通して、とのこと。 小中高とサッカーをやっており、小中でのサッカー部のキャプテンは元プロサッカー選手の金本啓太。大阪学院大学経営科学部卒。同校の学生プロレス団体オフに入団以来、現在まで同じリングネーム、キャラクターを貫いている。デビュー戦では本名でリングに上がっていたが、1回生の学園祭シリーズを前に先輩から男職 D のと命名された。 当初は、リングネームとは裏腹に、ストロングスタイルを標榜していたが、試合を重ねるにつれて、ゲイキャラクターを身につけていった。学生時代はプロレスに打ち込むあまり留年に留年を重ね、支払った学費の総額から、ミスター千万の異名を取った。1月8日のタイガーハート戦をもって、学生プロレスを引退、同年 CMA プロレスリングに入団。 葛飾区金町地区センターで行われた、対、高田新一対、修羅対虎隆起対ジャンクハンター、吉田対、安倍健二戦で、プロデビューを果たした。プロデビュー当初は、プロレスだけでは、飯が食えず、同団体所属レスラーのジャンクハンター吉田が、経営する編集プロダクションに入社し、テレビゲームの知識を活かして、ファミ 2XBOX、ゲームラボ、映画秘宝、 宝島社の PC 関係ムックなどで雑誌ライター業をこなした。2018年現在も PC ゲームの情報サイトである 4gamer.net で連載記事、男色、D ノのゲーム批評ゼロを執筆している。CMA プロレス対談後、DDT プロレスリングに移籍。そのキャラクターのユニークさから、プロレスリングのはロワンマックス第2本プロレス。 新日本プロレスなど他団体のリングにも次々登場し、プロレス界で異彩を放つ人気レスラーとなっていった。8月23日、両国国技館で行われた、両国ピーターパン大人になんてなれないようにて、当時保持していた以下5巻、及び正隆梨が保持していた以下4巻との9巻統一戦に勝利して、史上初の9巻同時大巻を達成する。 12月22日と23日に新日本プロレス、主催で行われたスーパー J カップに初出場。初戦の邪道戦では、新技、芸道クラッチで、大金星を上げる。当初の目的であったプリンスデビット戦では、デビットの唇を奪うことには成功した。1月10日、今池ガスホール大会を体調不良で欠場し、DDT、エクストリーム級選手権を返上。 2月11日、石川修司の持つコリーム差別級選手権に挑戦するも王座ダッシュならず、3月27日、アイアンマンヘビーメタル級をまさたかしよりダッシュ。再び休館王者となる。その後4月21日に安倍公用に奪われるも直後に奪還する。5月5日、ゼップ名古屋大会にて DDT エクストリーム級選手権を 王者源太郎より奪還に成功。これにより史上初の10冠王者となった。6月5日、DDT 直営のスポーツバー、ドロップキックで行われていた、高梨エイドで泥酔して眠りこけているうちに、まさ高梨に、アイアンマンヘビーメタル級を奪われ再び9冠に、転落。7月25日の、両国ピーターパン2010夏休みや、夏休み夏休みに向け、 同時期にゲイレスラーとして、また学生レスラーとして活躍した者同士として、レーザーラモン HG との対戦を熱望。これに対して RG は、HG の怪我が感知していないこと、引退宣言をしていることを理由に相方を出場させることを拒絶するが、HG 本人が D の熱意に押される形で受諾。RG を加えてのハンディキャップマッチが行われ、最終的に D ノが、 HG の古傷である膝を狙い膝十字固めで勝利した。8月29日、高楽園ホール大会で高木三四郎沢宗忠のチーム編隊大社長の持つ CMLL 認定子 D タック選手権に腰中四郎をパートナーとして挑戦。高木にゴッチ式男色ドライバーを決め勝利。再び10冠王者となる。7月24日。 両国ピーターパン2011から2度あることは3度、あるにて念願のボブサップと1ラウンド3分特殊、ルールマッチで対戦。男色殺法で、サップを怯えさせ、芸道クラッチで勝利。8月28日、大石真奈と、いぶしこうとホモイロクローバー Z を結成、後にくどもメンバーに加わる。1月29日、後楽園、ホール大会で、 工藤のコディ無差別級ベルトに挑戦。ホモクロジェット同門対決を新議団色トルネードで制止。5年9ヶ月ぶりのコディ無差別級王座大会。ホモ色クローバーゼット解散。その後は、大石ナトと秋人の3人で活動。秋人との決別によりしばらくの間は、大石と2人で活動中だったが、勝又窓カバが加わり新ユニット男型新規を結成する。 3月29日、スーパー笹団子をマシンと組んで挑戦した子、ディータック選手権の試合中にスキンヘッドを披露。この試合以降は、いつものゲースタイルから、荒崎人生のおヘンドスタイルに階段職人生の名で活動していたが、5月17日に名古屋国際会議場にて行われた、荒崎人生本人との対戦が実現。試合後に、荒崎が、 自分のスタイルで試合をすることをやめてほしいと願い出て、荒崎からキスを受けると、いつものディーノに戻った。8月21日、新宿御苑の DDT 事務所にて8月20日に、行われた、両国国技館大会の一夜明け会見。会見には、全県、コントラ、結婚マッチで、高木三四郎に勝利し、プロデューサーとなった男色ディーノが登場。コディ10人、 タッグ王座について、デ D ノは王者組のリリコやレディビアードのスケジュール面を考え、今後は王者組の5人のうちリーダーを含む3人以上のメンバーがいれば他のメンバーを加えて防衛戦を行っても良いと発表した。8月25日に新宿フェースで行われたエニブアホール6人タッグマッチでは、石家会と岩崎隆史の3人タッグで原島、高尾聡馬、 宮本広志向きの3人タッグと対戦。11分8秒体固めで原島が岩崎を体固めに仕留め、D の組は敗北となった。この試合では D のは縦横無尽に会場を走り回り、原島も下克上した岩崎をカウンター席での青間型なというフィニッシュでねじ伏せた。D のも選手としては、個人としては、プレイヤーの欲がなくなったわけじゃないときっぱり。 工場でのタッグ王座戦に向け、DDT を変えると、イメージを変えるというのに真っ先に必要なのは、今までと、チャンピオンが変わるということなのよ。そういう意味では、また私が新しくベルトを取って、イメージを変えると宣言した。9月20日、宮地鉄工所での工場プロレスで、高木三四郎とタッグを組み原島、丸藤聖堂組の持つ子、D タッグ選手権試合に挑むも、 フォークリフトを使用しての白らぬいにより敗戦。3月25日、DDT 両国国技館大会にて、この試合をもって、長期欠場に入るグレート、ムッタと6人タッグで対戦。ディーノの尻に、ムッタが毒切りを放つとお互いの世界観をぶつけ合うが、試合に敗戦。試合後、勝ち逃げは許さない。次はシングルで勝負よ、とムタのリング復帰と再戦を誓った。六月十四日、 DDT 後楽園大会にて、コ・ D 無差別級王者である、イリエシゲヒロから、ディーノのプロデューサー体制を批判される。8月14日、新木バファーストリングダトリーブ、マジマンジ内にて、イリエシゲヒロの試合終了直後に、里村名子が挑戦表明したところに割って入り、その場で、いつでもどこでも挑戦権を使用し勝利。6年半ぶりとなるコ・ D 無差別級王座を体感。 このベルトのために、プロデューサーになったことを告白し、プロデューサーを辞任。8月28日新規バファーストリングだとリーブ、マジマン時代にて、里村明子とのコディ無差別級王座戦に敗れ、王座陥落、女子初の同王座園大会にて、王者里村、D の入江修宏の3名によるコディ無差別級。 サバイバル3ウェイマッチを行い勝利。コディ無差別企王座に帰り咲く。高山ニアでの D の相手に肉体的ダメージを与えるより、ゲーレスラーの異名の通り、股間をつかむ、体中をまさぐる、自らのタイツを一枚脱いで攻撃する、等、相手の精神に苦痛を与える戦法を得意としている。団体によっては反則裁定を受けることもあるが、D のはお構いなしに、 リフェリーに抗議することもある。また、得意技の中に、オリジナルの技から暖色流にアレンジしたものも多い。ありがとうございます。